ゴブスタン国立保護区はアゼルバイジャンゴブスタンの西部にある1966年に設定された保護区。この年にアゼルバイジャンはこの地の古代の彫刻物群や泥火山を守るために国定史跡に設定したのである。首都バクー中心部からは40マイル南西にある。2007年にユネスコの世界遺産に登録されたゴブスタン国立保護区は 考古学的な記念比類が多く残っており、岩絵は60万点を超えている。岩絵に描かれているのは、太古の人類や動物、戦い、宗教的な武闘、闘牛、武装した小切手の乗る小舟、槍を携えた、戦士、ラクダの大将、太陽や星々など多彩で、平均して5000年から2万年遡ると、考えられている。今日のゴブスターンは、アゼルバイジャンで一番人気のある、 国立保護区でこの国にとってかけがえのない宝庫になっている。この地域に見られる数々の祝いはコーカサスにおける戦士時代の生活の魅力的な姿を伝えている。保存状態の良好な祝いからは足の船に乗って旅をする人々、霊養や水牛を狩る男たちや踊る女性たちの姿が読み取れる。ノルウェーの有名な人類学者。 トールヘールガールは、1961年から、亡くなる2002年までの間、何度も、アゼルバイジャンを訪れ、彼のサーチフォーオーディンプロジェクトの一環として、この保護区の研究を行った。ゴブスタンの岩国壁が泥火山地球に700ある、泥火山のうち、400が、ゴブスタンとカスピ海にあると見積もられている。多くの科学者たちも地元の人同様、 ゴブスタンのような場所を訪れると最後には薬効があるとされる泥を塗ってみたくなるという。泥火山は地下で固まっていない泥が断層など荒れ目を伝って地表に吹き上がってできる。約20年間に一度の周期で生じると言われる。2001年にク雨から 15km のところにある泥火山が世界でニュースになった。突然2 5メートルもの高さの炎を吹き上げたからである。 廃下カが生まれた理由は、このような地質現象に関係があると見られる。ゴブスタン国立保護区は、1998年に世界遺産の暫定リストに登録され、2004年に審議されたが、その時は調査不足などから登録見送りが決定された。しかし、2007年の第31回世界遺産委員会で再審査された結果、 ゴブスタンの祝いの文化的景観の名で、世界遺産への登録が認められた。登録名の日本語訳は、以下のように若干の揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。日本ユネスコ協会連盟、世界遺産年報 2008, 日経ナショナルジオグラフィック社、2008年、P8 世界遺産検定事務局、すべてがわかる。 世界遺産大辞典、上マイナビ、2012年、P194、古田春久、古田まみ、世界遺産辞典2014改訂版、シンクタンク、瀬戸内総合研究機構、2013年、P81、日高健一郎官役、世界遺産百科ヒーラギ風車、2014年、P767。ありがとうございます。